スピードハンターの入ってる筋力者になったわけ。生まれはロシア、最初は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。何これ、何？じゃーん、駄菓子屋のお菓子です。めっちゃ懐かしいやん。そう、これとかね、遠足とか行ったりするときによく買ってたお菓子をちょっと集めてみたの。遠足なんか行ってたん？行ってたよ。どんな遠足行ったん？行ってたでしょ。なんかわかんないけど博物館だったりとか。俺あれやで、姫路宇宙のこう博物館みたいな、なんか宇宙のやつ。多分ね、行った。そこ行ったよね。行った、絶対。その関西の人は行ってるよね。そうで、そこ行った時はお菓子入れて持って行きよった。3時のおやつにバナナは入りますかみたいな話をしながら。そう、懐かしいな、こういう駄菓子。めっちゃ懐かしい。ちょっとね、こんなんでもさ、今でもさ、スナックとかに行ったらこれ置いてんね。新宿2丁目によく置いてる。これ何？これ俺な、実はな、子供の時のな、将来の夢歌手やったの。で、これで俺は毎日ロシアの歌番組に合わせて「って歌っててん。で、将来は歌手になるつもりやったけどこんなことになりました。何これ？これね、アメちゃんで中にガムが入ってるやつ。なんていうアメなんこれ？コーラキャンディーやつ。これあるちゃん知ってるの？知ってるよ。どんなの？まあ、これをこうなんか舐めて舐めて、そしたらこうだんだん溶けてきて、でガムになってこう。美味しい？美味しいよ。食べてみようかな、じゃあ。こんな金玉みたいなの入ってる。そりゃそうやろ。玉金。そりゃそうやろ。いただきます。なんかもうね。いいわ、この偽物のコーラの香り。これ懐かしいな。嘘っぽいやつ。これでもた。これであんたケツひっついてもう取りに行くの。うん。ほんまに？もうトイレ行けない。ガムってさ、飲み込んだら死ぬの？いや、死んだら死んないけど。もういい、もっとあれや。ちょっとそこ。もういいわ。ガムを食うみたいな感じ。もう他のやつ食べる気失った。食べて。でもまあ、相変わらずこのさ、ペンシルカルパスはまあ、これ俺日本に来て2日目に食った。もう日本のこういう駄菓子をさ、俺はまだ、ロシアにおった頃、お母さんが先に日本に来て、で日本からこうやってお菓子いっぱい買ってきて、こんなんもあったし、ラムネのこういうのもあったし、まさにこの笛吹くラムネ、ふーってなるラムネもあったんやけどさ、これを俺は街に出てみんなに見せて、もうこれとか1個忍ばしとくねん。あとは例えば外行く時に。団地の真ん中の公園みたいなとこで子供たちはずっと一緒におんねんけど、そこの公園に行ってみんながこう見てるか見てへんか知らんけど、こうやってベンチに座って食べんねん。なんの自慢それ。そしたら何人か寄ってきて「何それ」みたいな「あ、これチョコレート」っつって「何これめっちゃかわいい、何これ何これ」っつって言って「あ、なんか分からんけどジャポンから黄金の国」ジパングから持ってきてもらった。ジパングからで、そういうのも込みで俺は権力者になったわけ。権力者？それでその団地の中の、俺がこうやってお菓子をいろんな人に渡したりとか、あとミンティアとかは最近やけども、まあ十何年前とかに行った時もミンティアとか配ったりとかして、ほらな、俺と仲良くしとったらこんな欧米諸国のすごいもんが食べれるやろって。俺と仲良くしとったらってやってたの。そう、ほんである時からな、俺はお土産が尽きた。お土産もう全部食い散らかしてしまった。そしたらな、その女の子を今でも覚えてるわ。街の中の女の子が「あれ今日は飴ないの？」って言われて、てかみんな配ってた。お菓子ないのって言われて「あ、そう今日ないねん」って言ったら「あ、じゃあ次飴ある時に遊ぶわ」って。権力って怖いでしょ。もう全然あかんやん。お金もそんなもんやで。お金がある時だけみんなチヤホヤして遊んでくれるけど、ある時もう関西やん。そうだから気をつけよう、ほんまに。みんなお金には気をつけた方が。あんたやで、そんなチョコレートで釣ろうと思う。俺はこの日本の駄菓子によってな、お金を学んだわけよ。ソ連で、ソ連とかロシアで友達はなんかこういうもので釣れると。でもこれがなくなると友達もなくなるって。物で釣ったらあかん、心で釣るんやな。ゆうすけさ、アンパンマンチョコレート食べたやろ。なんでわかったの？俺アンパンマンチョコレート楽しみにしててん、ずっと。撮影前にこれを買ってもらって何日間かマネージャーの家に置いてったんやけど、ゆうすけちょっと白状しろ。ねるねるねるねもなくなってるし、どれくらいのお菓子を勝手に食いよんねん、撮影用のものを。いいや、俺が用意してんから2つぐらい食べた。アンパンマンチョコレート食べたかってん、こっち。アンパンマンチョコレートに一番の思い出があんのにさ。でも見て、アンパンマンのグミはあれでいらんねん、アンパンマンのグミなんかアンパンマンチョコレートがいいねん。これはコロの味とよく似てたからさ、子供じゃねえからただの。あれなんだ、ねるねるねるねとかもう一番いいの俺が楽しみにしても全部食い散らかしようねん、マネージャーが。ほんまに、まあ言うてこれマネージャーが全部自腹で買ってくれたんですけどね。てかそのさ、うまい棒さ、俺今これ見て思ったけどさ、うまい棒ってさもっとでかくなかった？え、そうやったっけ？え、でもうまい棒あんまり変わっ、あ、でも細くなってんのか。なってるよな、これ。ちょっとね、太かったと思う。ちょっと太め。なんですか？え、太め。え、何が？うまい棒が結構太い感じ。太い方がいいよな。太くてな。太くて、なんだろう、ちょっと、なんだろう。まあ、短くてもいいかな。太ければいいかな。食べようか。牛タン塩味食べる。最悪ソイロク食べるの忘れた大丈夫よ、誰も期待してないからゆうすけうまい棒出してもらっていい？またセクハラ言われるんですよ俺はうまい棒出してとしか言ってない。うまい棒別にまずい棒でもなくても。そんなこと言ったらスーパービッグチョコがあってあるよこれさ、ちょっとちっちゃくなってない？俺それ思った。俺がちっちゃかったからかな。もっとさ、もっともうこんな感じで持ってたもんねえ、思わへん？もっとこんなんじゃなかった？なんかでもめっちゃでかかったイメージ。なんかボトル出すときになんかおーみたいな、こんななんかこんなんもう普通やで。こんなんうまい棒じゃない、ビッグチャミやん。なんか多分いろんな外国の人から絶対美味しいと思う。人気だとは思う。ね、ビッグカツかまそう。ああ、これも好きやったわ。見てパチパチ。それが一番なロシアで人気やったね。口の中に入れてで口開けて、ああパチ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 、ああつってやってた。あ、これも好きだわ。手前あたりよく。ダラダラしてんじゃねえよって。いい匂いする。こうやっていっぱい取って。匂いは美味しそうやな。これ何個か食べた方がいい。1個で食べさせてよ。1個じゃないやめて。なんなんもうそれ、もうおんねん、そうやって焼肉焼くときに文句ばっかり言ってくるやつ。もっと口に入れろ。もういいって、1個食べないの1個。ほんま人それぞれやからな、あんた人それぞれやで。なんかお菓子でこんなに怒られると思ういっぱい食べてみて怒られる。ちょっと待って、怒られると思わんかったって言うけど怒ってるのあんたやいっぱい食べるかいと。食べろよいただきます。ああ、美味しいや。パリパリ刺そうよ。これさ、でも飴が入ってへんの。飴付きじゃなかった。飴ついてて、その飴が多分バチ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 ってする。じゃあ、いただきまんぼ。何が楽しいの当時めっちゃ楽しかったのに、ウェーってやってたのに。でもさ、これをさ、お母さんがおらへん人がさ、お母さんが台所でさ揚げ物してるって思って聞いてみて。揚げ物やと思って、みんな目つぶって揚げ物やと思って聞いてみて。あ、なんか唐揚げの匂いしてきた。そうやろ。うん。まあ、あとはここはシガレットやな。タバコ吸おうか。うん。私な、幸せってな感じられへんタイプや。だよね。今の世の中ってバーベキューとか行ってもな、楽しくないねん。肉一つ二つ食べたら美味しいよ。3つ目から食べたら胃もたれするし、その後でさ、なんか片付けのこと考えたり、残ったさ食べ物だいたい多めに買ってくるからさ、そんなん見たらうわ夜吐きそうと思いながらさ、でも食べんとあかんなとかって思って食べて、片付けもめんどくさいしなんかなって言って、その場では何も楽しくない。その時は3つ目から帰ったらいい。そっか。でもな、気づいたことがある。全然楽しないやんって思ってな、思ってたんだけど、3日後ぐらいにな、あの日めっちゃ楽しかったって思ってる自分もだから、ね、世の中いろんなこと楽しくないけど、時間が経つと楽しい思い出に切り替わるから、いろんなことをやってみるべきやなと思う。やっぱりあの原宿に行ってアイスクリーム食べてみたりとかな、なんかパンケーキ食べに行ったりとかな、そんなんつまんねえわと思ってたけども、でもその思い出にいっぱいすることによって人生って長く感じられるんだと思う。あの時はつまんないことしてたらキャハーみたいな感じでいい思い出になるってこと。同じこと毎日してな、あれもどうせつまんないからって言って、毎日毎日家でネットフリックス見て過ごしてみ。バカ野郎バカ野郎みたいな。これ美味しいな。でも俺これ味が好きやねん。この間とある番組に出て、このキャッチコピーを考えてほしいっていうので考えたりとかしたの。でもうすぐな、ここに多分乗る、それがその時考えるやつ、だからここはシガレットのここの下に何か文面が載ったら、それは私とかが番組でみんなで考えたやつやでって自慢すんじゃねえよお前は。すごくない？だってここはシガレットのここにさ考えたやつ載るってすごくない？ってことはじゃあ今これをこう集めて置いとくと、また新しいの出た時にもこれがなんか珍しいレアになるってことか。皆さんレアですよ。変わりますよパッケージ。いいんですか？そんな今のと言ったらまあなんかはっきり言うとさ、飽きたわ。楽しかったわ。ちょっと子供時代を少し思い出して、もう今日は俺晩ご飯抜きや。こんなに食べたらカロリーやん。ほんまかいな。あんためちゃめちゃ食うやないかいつも。ほんまに。じゃあ以上、現場からお送り。あんた言わんかい。以上、現場からお送りいたしました。なんか嫌やな、今の俺がめっちゃほんまに怒った人みたいになるよな。おーおーおおーってなったらあかんな。もうちょっともう一回言う。以上、現場からお送りいたしました。